皆さんこんにちは。仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターバイオリニストの神谷美穂です。ビアラダガンバを弾くジラヤナネと申します。今回セクラでそのビアラダガンバを弾く、ビアラダガンバはイタリア語で、ガンバは足で弾く楽器って意味ですね。フランス語でビオルドゴンっていうね、その楽器は、ギターとリュートの、家族の楽器ね。7弦あります。とフレットで、ギターみたいなフレットのある楽器ね。両ワンを作るために簡単になって、一番上、音楽のミューズもの女の人もあります。その楽器はバロックの時代一番人気だった楽器です。今回は通奏低音でもソロでも演奏します。一番最初の演奏する曲はフランス語でソンナリー・ド・モンタイン・サン・ジュンビエフっていう演奏です。日本語でカネっていうだけね。サン・ジュンビエフはパリの中で一番高い教会でした。その時、そのカネっていうその陶器みたいなそのところモチーフは最初から最後まで8分ぐらい。パリ人はその時そのこの鐘聞いてから起きたところね、朝6時ぐらい。あとでお昼の時も12時もこの鐘で、一番高い山でしただから聞きやすかったね。夜も仕事終わってから6時ぐらいの鐘の音も出てきた。2曲目は仙台フィルハーモニー管弦楽団が誇るバロックの名手小池まどかさんと私とでルクレールのソナタを演奏します。バイオリン2本による曲です。そして3曲目はミキコさんとアトワン・フォルクレーのジュピターを演奏します。フォルクレーもチェンバロの息子、彼の息子を出版社した曲です。息子をチェンバロソロのためも編曲しましたね。でも今回はジュピターという神様のジュピターの聖本の演奏します。結構いろいろなんか一番やっぱり一番パワフルある神様の曲、神谷に出てくるし、とても面白い曲と思います。最後の曲はルクレールの序曲とトリオソナタより演奏いたします。皆さんぜひ、ね、いらしてください。お待ちしています。